はいどうも、ファンネルです。アーマードコア4アンサー続きをやっていきます。ちょっとね、こっちのことで申し訳ないんですけども、前回、あのー、終わった後に私、セーブを忘れてましてね、あのー、完全にオートセーブだと思ってまして、そのまま、あのー、ゲームの電源を切ったら、だいぶ前に戻されたので、一応戻し下げはしました。ただ、そのせいで、いろいろ、まあ、新しい機体ね、今映ってるのとか組んだんだけど、 ちょっと一部前回,買っ,前回まで買ってたパーツ買ってなかったりとかがあるかもしれないのでその辺はご了承ください。はい。ということでじゃあ今回のね、えー、やっていこうと思うのはカラードランクマッチやっていこうと思ってるんですけど、えー、まず見てもらったら分かる通りちょっとねあのガンタンク R44 を意識して作った機体こ,これで今回攻めていきたいと思います <laughs>。一応両方に 大口径のグレネードキャノン積んでまして、えー、とあと両腕にあのミサイル。まさにね、ガンタンク R44 ですね。はい、こんな感じで。ただ、一部 FCS、ロックオンのやつが、微妙に、まあでもロック距離790。まあ、大丈夫っちゃ大丈夫かな。<laughs> 前の初期のやつの方が強いような気がするんだけど、私の持ってる。まあまあまあ、いいでしょう。これでちょっとやってみたいと思います。まあ、タンクなんであんまり近距離戦はね、 よろしくないとは思うんですけどもやっていきましょうじゃあねメイングリーンフィールドまあメリーゲートですね AC ネームからやっていきましょうどこまでいけるかな今回さえっと12客機を操る GA の女性リンクス長期メリーゲートはミサイルを中心に火力が高く特に領域としての安定感に高い評価が与えられている俗称スマイリーは特徴的なエンブレムからとやっていきましょう 多分なんとかなると思うんだけど相手も重量級だからねで一応なんだっけえーとレーザーキャノンかなプラズマキャノンだけかな肩の,のえ強い版も買ってあるので敵がもしね実弾系に強いやつだと判明しましたらそちらを装備して肩はえとエネルギー武器系で攻めていきたいと思いますまあメリゲートは実弾でも 大丈夫だと思うんだけどでもエネルギー系に弱いような気がするんだけどねで早速まあワンブミサイルはあんまり使う気はないので基本的にはカタキャノンで攻めていきますまあ弾なくなったらね浮いちゃうなういあめっちゃ外してるなんか今あさっての方向打ったなよし当たったああでもあんましダメージが入ってねえような気がするなさすが相手も重量級だね 隠れても無駄だぞあでもやっぱダブルで当たると相当な痛手を与えられますね残りちょっとになったらミサイルも撃ってみますか着地ギアが一番危ないんだぜそうだ私フレア装備してたのに使うの忘れてたうんタンクで接近戦を仕掛けることになるとはなよいしょもう一発ぶち込んでからよいしょじゃあちょっと武器変えてみますか えっと、待って、ボタン間違った。これミサイルね。処理落ちの原因になるんですが。あ、まあ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 。おっとっとっと。それなりの性能なのかな、これ。近距離でミサイル。は当たんねえだろ。<laughs> よし。結構かわいそうですね。まあ、どうしても。 まあメリーゲートもね、あのー、走行硬いんで <laughs>、泥沼化しやすいですけどね。よし。まあ、安定して勝てますね、とりあえずは。じゃあ、あフラジールだ。なんか、紙走行という噂の <laughs>。やっていきましょう。この人はカラードランク17ですね。アスピナ基関のテストパイロット。主にデータ収集を目的とし、様々な実践に投入される。上記フラジールは空力特性を突き詰めた高速機であり、 極端な制御負荷から多くのリンクスを,リンクスを潰してきたとちょっとこれ当てれば勝てるけどもしかしたらガンガン避けられて追い詰められるパターンかもしれんなまあ言ってああそっかダブルガトリングにすれば楽勝だったかもしれないなこれ逆に言うと対ケンプファーみたいなそれか対コルレルどっちも分かんない人多いと思いますけど <laughs> グレネードキャノン当たってくれっかな。まあ、ミサイルぶっぱでもいけそうなら、最初ちょっとミサイルぶっぱしてどれぐらい削れるか見て、えっと、ダメージレースの感じを見ましょう。ていうか、本当に2万しかねえよ。相手走行。多分上に飛んでくるから、待ってね。フレアを炊いとこう。あ、ていうか、丸ボタン押さねえとダメなのか。自動でフレア炊くと思ってたわ。あれいないあ、いた。ちょっと待って。両キャノンの処分。あんな遠くに飛んでるわ。 遠いなあいつもしかして早っめっちゃ早い、まあ、当てれば勝てるんだが当たんねえかもしれねえな,いなこれ足を止めたらお前の負けだぞフラジエルよいいのかいこれはミサイルがいいかもゴリゴリ削られてますね私あのバリアがあやっぱミサイル苦手っぽいねうんロックした 敵がどこにいるかかよくわらんこっちにいるっぽいあ逃げるねしかしおすげえ勢いで避けてく避けれるのかいすげえ上にいる <laughs> AP なくなるだろう AP じゃねえあのエネルギーなくなるんじゃない私はミサイルまだまだあるよあでもだいぶ削られてんねん私もやっぱりあ,あ,あったんねあったんね まあ、ミサイル打ち尽くしちゃいますか、まあ、アサルトアンマー使うっていうのも手なんだけどどこいった上いったよいしょ相手の元気がなくなってきたらどこいったお危ねえ、近か。<laughs> えーっと待ってよ両,両方グレーキャンにして よっ片方ずつ打つかよいしょ当たれば勝てるんだが避けるねこれはやっぱマシンガン系がいいかもしれねえな,いな待ってねどこ行ったよっ当たらんあ当たったみたいゴリッと削れたよいしょこっちも弾切れがあるんだよ やべ、うん、残りもうちょいよっよけるねよっよしいいよこれいけそう相手もでも本気出してきてるなどこいったっ、うん、ふっふっ,ふっ降りてこいお前の負けだ私弾があともうちょいしかねえな気をつけて弾切れが迫ってるよ うっいいよっ o 当たらん !OK! よし OK! いやー強かった意外と。ガトリングだったらもうちょっと削れたかもね。さあこんな感じで <laughs> いいのか簡単く無双しちゃうかお有沢来た有沢高文。この人はどうやら実弾防御がすっげえ高いらしいんで。 まあ、それ分かっちまってれば、もちろんね、えっ、ー、とえ、プラズマキャノンでこれでいいんだよな。待ってね。こっちの方が威力高いけど相談数が少ないのか。どうしよう。相談数捨てるかいや、いいよね。相談数側取っちゃおう。はい。両肩グレー、えー、グレーキャジニえやえー、プラズマキャノンでいって、まあ、腕はしょうがないかな。せっかく色塗ってあるから、これで。 じゃあ行きます。えー、有沢さんです。ていうか、なんか BGM がなくなってんだけどいいのかな。有沢重工第43代社長、影武者であるとも言われるが、詳細は不明。上記ライ雷電は、同社 AC 技術の、えー、息となる、ん域でいいんだよね。技術の、水となるだ、ごめんなさい <laughs>。超重、超重グレネードタンク制圧力において、普及型アームズフォートに匹敵,とえ匹敵するとされていると。 これは武器腕ですね。ちょっとなんであの BGM が完全に死んでるかは分かりませんが <laughs>、ちょっと、あれかな、戻し作業をやってたせいで、プレステ3が熱を持ってる可能性があって、ちょっとサボってるかもしれませんね。まあでもこの際 BGM はいらんだろう。プラズマキヤノンぶっぱで、有沢さんを一気に沈めて、 ただ相手もタンク型といえ、機動性は早いかもしれない。すごいね。AP やっぱ高いね。行きますよ。さて、さて、さて。いたな。うっ。お、避けてくるね。相手もやべえの持ってるから。おーら、来た。あれ、撃った後、むしろ、あれか いけるかおおどこどこいるやばいかもうわ起伏で助かってるけどよっあれ私両肩プラズマキャノンになってるよね痛いエネルギーが持たんのかもしかしてそんなわけではない一発ずつしか撃てないのか当たんねえなしかし よいしょ。すげえ外してる。はい、ダブル。怖よダブルキャノン当てちまえば。確かにこの人、実弾があんまり強くない。実弾じゃねえや。エネルギーがあんまり <laughs> 強くないみたいね。まあ、これは弱点をお打ち抜いたっていう感じですね。はい、オッケー ちょっと待ってなんで BGM 消えてんだこれ本当にえちょっとシステム見ますえっとゲームセッティングミュージックまあかかってるよねまあたまにあるのかなこんなことがもう本当にただただ相手ぶちのめしてるだけになるんだけど音楽あった方がなんかノリノリになれるんだけどね お、カラードロンク14。この人強そうだな。ちょっと待ってね。えっ、ー、と、レーザーキャノンはやっぱちょっときついので。えっ、ー、と、どれだっけこれだ。グレネードキャノン。オッケー、まあ。フラジェルみたいな極端な機体じゃなきゃ当てられると思うんだけど。 さあこの人はかつて特殊部隊、えー、バーラットを指揮したあなんかいたなバーラットとかっていうの、えー、アルゼブラのリンクスその実力はカラード最上位クラスに匹敵さすると言われ戦場であるなしを問わず GA に組みする多くを葬り去ってきたんいいんだよね組みするであちょっと違うかもしれない資格のない逆足を操るがオーダーマッチでの勝率は高くないあ高くないんだではあーまあいつものステージで ななぜ高くないんでしょうかまあ戦ってみればわかるねどうしようかなワンブミサイルで牽制するかそれとも一気にグレネードで勝負しかけた方がいいのかでもそっか逆足機体だから飛ぶからミサイルでゴリ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 ちょっと削ってみるか私も相手ミサイル使ったらフレア耐いた方がいいんだけど まあ相手でもミサイル持ってるような機体に見えなかったけどな行くぜ逆足機だから上を警戒ですね飛んでる飛んでるよしなんかミサイルは使ってるのおお早えなしかしどこいった左だなおえー、っと開けた方が私には有利なんだが どこ行ったっやべえな相手接近戦仕掛けてくるよいしょフレアたかれてんのかなこれよいしょごめんね画面許してねさあミサイル当たれあめっちゃ当たったよ今でちょっと待ってね後ろ向いていたミサイル発射どこいる今 どこ行ったかなこっちだよっエネルギーが尽きたらお前の負けだぞ無駄に飛ぶからこいつかわいそうなことになるんだと思うんだけどよいしょよっミサイル発射距離取ればいいんだけどあミサイル終わったかもしかしてえー、っとじゃあ両方グレーキャーにして撃っていきましょうよっ OK 大したことねえな相手も嫌だろうね、私、えー、っと重装甲なんで。これに簡単に行けそうだな、ランク10ぐらいまでは。やん。えー、リンクス戦争当時から戦場にあるアルドラのリンクス、えー、蒸気ブラインドボルトは、当社初のフルフレームに変わっており、単発ではあるが、火力に優れた武装が揃っている。元国軍兵士。 なんか腕持ってんのがいかついね。実弾に強いかもしれんなこう。なんだろう、見ただけで、あの、実弾系の、対実弾系の、こう、アーマーか、えー、EN 系のアーマーか分かる人はいいんだけどね。やり込んだ人はね、あの <laughs>、ボディ見て、ああ、これあのパーツだなとかって言って分かるんだと思うんだけど、 さすがにそこまではね慣れる自信がないので、まあ、とりあえずぶっ破して、まあ、こいつの場合はグレーキャでいいな、えー、どこにいるどこにいるミサイル撃ってくる可能性もいたなさあ,、まあ正直にまっすぐから来てくれればいいんだがいたよいしょ 当たんなかったかなあでも遅いからやれそうだよいしょすげえアーマー削られるけどうやべどこいったあいつうあでも硬いね硬いです硬いです当たってんのかなこれ私の意外とやるじゃんいいよ 明治レースでは勝ってると思うんだけどあでもゴリゴリって削られるなおーおーやばいやばいやばいよいしょこいつはまジいぜ撃て撃てよしうっやばい <laughs> これきついなどうしよう武器変えちゃうかここまできたら かガンいやでも今回元旦ンン買いにしたいんだよねちょっと待ってねそうしたらえー、っとまあダブルガトリングガンにしてあなんか大変なことになってる色が勝手に変わっちゃってるんだねこれ <laughs> まあいいかえー、っと命を刈り取る色をしてるのでこれでいこう言ってガトリングだったら相手何もできんだろうさあそのままやってきますよ これでもダメそうだったら一回エネルギー武器に変えてやってみますかね。でもダメだったらちょっと一回タンクやめてっていう感じかな。でもタンクやめたところでなんだよな。結構ダメージをうーん。まあでも避けきれてねえからな。タンクもめちゃくちゃ動き遅いっていうわけではないので、クイックブーストもしっかり効いてるんで、避けれてはいるんだよな。 あとはこれ玉切れにならなきゃいい,最,い,いか最初はグレネードで攻めるとかってまた変なことやるとどこにいる来たな相手は私の AP を削ってくんだよね ?PA だっけバリアさあ浮いちゃってるよ私私も削る私も削るどうよ嫌だろ この実弾のあまどこは5だっけかな暗いまくるとオーバーヒートみたいなの入ってすげえ打ち合いだ正面からの <laughs> これよこれよ私の求めていたのは正面からの打ち合いになったら負けはしねえからどこいった見失っちゃ負けるけどね当たんね当たんねよしいや最後持ってかれたね やっぱでもダブルガトリングあったらこれ勝てちゃうなタンクでえー、っとリザイアどっちかなダブルでもなんかもうダブルガトリングでいい気がしてきたこいつも速そうだな動きオーメル生え抜きの女性リンクスランクは12だが重要な作戦で重用されることが多い、えー、徴用でいいんだよね重要じゃないよね超攻撃型の蒸気ルーラーは補助ブースターの採用で驚異的な瞬発力を発揮するあーなんか こいつガンガンサーベル振ってきそうな予感するこれまあでもマシンガンだったらちょっとロック外れてもずっと打ち続けられるからまあ言ったらエイム力弱い人でもなんとかなったりするんだけどねまあお願いマシンガンですね今カラードランク相手12ぐらいだった、まあ 途中、途中、ストーリーでえー高いやつらはちょっと倒したりもしてたから、カラードランク9だったんだよね、ホワイトグリーントって。まあもちろんあれだけどね、その本来はあのトップぐらいの実力があるって、なんかめっちゃ光ってるんだけど、来たな、来た。うわー、これ、捉えられねえわ。あ,あいつも何が,何がしたいんだ、これ。そんな、一生懸命動いて。 あーショットガン系かまあいいのかその打ち合いしてどこいったああでもちょっとこれはきついなよいしょなサーベル使ってんのかなこれ翻弄されておりますサーベル使ったでもガンガンいいよサーベル使ってきてその間に私は あなたにマシンガンを浴びせてあげるよ来いいいよいよ OK そんな走行の薄い機体ではなまあこの1対1だとね弾切れの心配がほぼないので、えー、とカラードランク11早いもんだね、えー、ダリオ・エンピオ、えー、近年頭角を現し始めた ローゼンンタールのリンクスいいねなんか赤色で、えー、権力志向の野心家でありそれを隠そうとしない蒸気トラーセンドは新標準機、えー、ランセルかなをベースとしており豊富な武装で状況対応能力が高いさあ器用貧乏にならなきゃいいんだけどねさあやっていきましょう今思ったら私これダブルマシンガン使ってるんだったら今 FCS、えー、ロック速度ちょっと遅いんですけど 変えた方がいいかもしんねえなあんまり、えー、まあでもいいかさっきのも十分対応できたからなまあでもさっきのはこっちにサーベルで突っ込んできてくれたから当たったけどそろそろ相手もかなり上手くなってくるんでとはいえこのダブルガトリングはあのかのホワイトグリーントを打ち倒した武器ではあるんで私前回ね まあ、あんまり動き遅いやつだったらあのすぐグレーキャンに変えますんで来たよさあ飛んできたあま打つの早いかちょっとタンク敵が見えなくなるわ早いね飛ぶね相手もうんと早い早い石追えないけど当たってんのかなこれ 当たってるとは思うんんんだだけどななか若干メッサーロに見える <laughs> なんでだお,いおいいのかお前当たってんぞめっちゃゴリゴリ削れてますよガトリングだからねオーバーヒートの心配もあまりないんで何が状況能力というかあの対応能力が高いだちょっとごめんねカメラマジで ま,あまだ大丈夫だよね。あ、でも残り100発か。終わったわ。よし。はーい。楽勝楽勝。次が、えー、っと、誰になるのかな。クラスナヤ。なんか赤い機体増えてきたな。はい。カラードランク、こいつ10だな。多分えー、っと、カラード上位にランクされる独立傭兵の1人、得意な AMS 適性から 戦闘可能時間が短いおお時間限定の天才そのため継戦能力を考慮しない機体構成となっているアスピナ機関の一員であったと言われるが定かではないあじゃあもうほんと機動性だね、まあ、まさにこのカラードランクマッチでは超強いんだろうね実際ミッションになるとだからあの長時間戦えないからちょっと厳しいんだな、まあ、そういう人がいてもいいよね 私のうーダブルカートリングにどう対応してくるか見ものですね多分なんだけど私もうストーリー進めると次回まあ次回ストーリーやろうと思ってるんだけど次回かその次ぐらいで終わっちゃいそうな気がするんですよね、まあ、ストーリーの種類あのー、それまだちょっとあったりもするんだけど2周目にならないと出ないのとかはあるんですけどそちらは動画に残す そうとは特に思ってはいないのでちょっと待って危ねえあ避けるね逆に言うとこいつ時間かけたら疲れるのかなあっち当たってる当たってはいるか相手もマシンガン系の武器を使ってるか近づいてくるちょどこ行った 見事に私を翻弄してるじゃないかあオーバードブースター使ったすごい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 かっこいい戦闘能力なんであっちの方行っちゃったんだあいつい,いよいいよなんだもうエネルギーないのか <laughs> エネルギーなくなったのかおいクイックブーストも全然使ってなかったけどはいクリアですこれでカラードランク私10位になりましたねどうすかなまだ 時間ちちょょっっととあるるかからもうちょっとやるかいい名前この人あこの頭パーツいいなえっ、ー、と謎の多い BFF のローリンクスかなりの高齢であると言われるが詳細は不明遠距離狙撃用の1 4脚機を操り支援に徹するスタイルは国家解体戦争当時から変わることはないあ遠距離かどっちだこれエネルギー武器に強いのかどうか まあ戦ってみりゃわかるかこのエンブレムもかっこいいねフクロウで相手が遠距離機だからあまあでもグレキアで良さそうだね近づいて打ち合いになって勝てるかどうかです、まあ、ギリギリだからまあ 私も多分残り AP1 万とか切りそうな気はするけどなるべく避けれる球は避けて、えー、当てれる球を当てるとまあ、至極まっとうというかあの当然のことを言ってるだけですがそれができりゃね勝てるとそんなのは当たり前ですその当たり前なんだ当たり前ができないから大変なんですけどね狙ってきてるかな待ってね いる自分の期待のせいで見えねえんだよな相手がいるはずなんだけどいたいたこのビルがちょうど <laughs> 壁になってくれてあとは起伏を利用して迫っていって相手離れてんないたいたあっあの距離から当たるよいしょうう,うい やべえなあの距離から当ててくるのかあいつはちょっと待ってねこれは厳しい戦いになるかもしれんフレアを焚いておおフレアを焚くあの端っこ追い込もうぜ端っこ追い込んでガトリングで行くかよいしょ行こう逃がすな逃がすな 相手を逃がすなやべえ逃げていくよいしょもう一回端っこに追い込んでおっとっとっと打ち込む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 相手攻撃力高いあれ持ってねえのかそんなにくそ逃げられるねもう一回端っこに追い込みたい 左に回っていやでもこっちまで行けば多分また追い込めるフレア焚いてよいしょビル群に誘い込んでどこいった近づいてくるかなフレア撃っとこうよし結構私も追い込まれてんな よいしょいい感じで距離離してくるねよいしょ当たってんのかな削れてる気がしねえあ今当たってる多分フレア弾がなくなるよがあのグレキャラに変えますなんだこいつ動きを止めた <laughs> 観念したなついにこいつも弾切れたかなもしかして はい泥臭い勝利へございますガンタンクでガンガン突き進んでおりますよロイ・ザーランド、えー、っとカラードランク7独立傭兵として最高のカラードランクを持つリンクスつかみどころのない、えー、空とぼけた男だが、えー、希少価値の高いアルドラの旧標準機これはハイルビートかなを愛用し重火器を小気味よく使いこなす実力者でもある OK ちょっとこいつ最後にするか。で、えー、もしかしたら、でもな、カラードランクは最後までやりたいけど、次ストーリーやるでしょ、次回。で、その後カラードランクをやらないとクリアしちゃいそうだから、まあまあ、ちょっと考えるか。 でもタンク型、逆足型、普通の二脚型使ったから、まああと四つ足型もあるけど、四つ足型はそんなにタンク型とまあ変わるんだろうけど、あんまり四つ足はな、私の好みではないので、あ、間違った。マシンガンで行こう。小気味よく重火器使ってくるって言ったから、ショットガンとかは多分この機体苦手なんだよね、私の。来たよ。よいしょ。 あなんだエネルギー武器かそういえば私自分はエネルギー武器どうなってんだろうな多分弱いと思うんだエネルギー武器に私もいや相手強やばいや避けねえときついなこれ当たってる場合ではないぞ私うこれ厳しいな 追い込めるか追い込もう追い込もうよしオッケーギリギリいややばかった後半なんとか相手が外してくれたからなんとかなりましたけどねはいえー、ではまあ時間もそれなりに経ったので今回以上にしますかえー、とではでは次回はまたメインストーリーの方をちょっと進めて え、もしね、えー、クリアまで行く前にできたら、またカラードランクマッチ、え、違う、カラダオーダーマッチですね、ごめんなさい、えー、やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。では、皆様、ご視聴ありがとうございました。またね。